もやかちてもチャンネルです。今回はですね、延々あぜ道カンスト目指すパート8ということで、80万メーターね、目指していこうかなと思います。で、今回の縛りなんですけれども、身代わり人形使わないでございます。70万メーター突破してひよってるやついる、いねえよな。僕の肌感で言うと、なんか70万超えてぐらいから、なんかやたら敵がね強くなってる気もするんだけれども、ちょっと身代わり人形今回使わずにいきたいなと思っております。だいたい僕が使うのは、敵がカンフーマッハの時とか、キリンの時、確実にね、身代わり人形を使ってたんだけど、まあ、いけるかな？深い漢方とか使えば、食べ物とかアイテム使ったら、なんとか倒せるかな？ちなみにですね、現在、身代わり人形の数、こちらとなっております。27。80万突破するまで、27のままで行きたいな。おもちょります。レッツロゴー。いや、いけるかな。なんかバトルもね、敵若干強なってる気がするんだけど、まあ、いけるかな。まあ、ちょっと気を引き締めてやっていきましょうか。はい、距離伸びましたよと。で、口少し遠くなりまでだよ。ということでやっていく。予言者、怪物、こんがらがる男、この3人には必ず話しかけていくけどね。ここでミッチーさん登場。今回は別にバトル早送りしなくてもいいから、縛れないから普通に倒そうかな。まずはツーラレトロマルから。この辺は別にね、身代わり人形使う必要ないんだけどね、ぶっちゃけね。ぶっちゃけ一旦釣られたローマルから倒していきたいなーっていう感じ。素早く結んで、オッケー。こう、チャージ中は早送りね、解除した方が吉かなと思います。釣られたローマルを倒したいミッチー、頑張れ。煉獄の術ええやん。ヒノティンがやばい。ここで一攫千金。 HP 回復しときまい。ひゅい。攻撃強いね。まあまあ、これは前からかな。別に最近強いというよりは、このミッチーパーティー、敵のパーティー攻撃強いんだよね。ミッチーリピンツー。マットはホッチプレイでも倒せそうな感じするけどね。お払い完了。ミッチーの必殺技来る。はい、ライジンオズ。そう、ライジンさん。最近ですね、ハマっているのが、断捨離ということで、服も最近売り始めたのよね。もうお金ないし、物は売った方がいいなと。断捨離にもなるしね。で、ZOZO タウンの買い取りサービスがやばいけん。この間 ZOZO タウンで服買おうと思ったんよ。ズボンね、3000円ぐらいのズボン買おうと思ったんだけど、なんか買い取り割引き取り割っていうのがあって、過去に ZOZO タウンで購入した商品引き取ったら何千円引きになりますよみたいな。えみたいな。で、昔買ったなんかそのアウターだったり靴とかフィラのスニーカーとか、それ、引き取ろうと思って、ポチポチってしたら0円になったん。すごない？ZOZO タウンでパンツ、ズボンが0円で購入みたいな。すごすぎんやが。俺、リューシャントバトルー。なんか、同時にいらないものも一緒に、届いたカバンに入れて、集荷で送ることができるんだけど、
ドクターマーチンの靴とかティンバーランドの靴とか一緒にぶち込んだよね。そしたら査定金額5,000円、すごーみたいな、ゾゾタウンの査定すごーみたいな。まあ、なんか普通だったら今まで全部靴とか全部捨てとったんだけど、普通にポイ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 捨ててたけど、ゾゾタウンの買取サービスやばなみたいな、5000円で引き取ってくれんの靴2足やばーみたいな。あ、ちょっと集中戦闘だ。まずゾロ目大明神さんから倒していくの巻き、日のちんちゃんでフェイントかけて移動して、移動したところでみちゅちゃん、ゾロ目大明神移動早いんだけど大丈夫かな。必殺技当たります。チャージ中この早送り解除したら余裕で当たる。もうちょいだぜ。日のちんちゃんの必殺技ぶち込んじゃう。あ、やば、日のちんちゃんがやばい。ちょっと待って、日のちんちゃんがやばい。ここで HP 回復していく。もう後半戦、延々あぜ道のもう後半戦、アイテムあまり使わずに、できるだけ一角くんとかの必殺技で HP 回復していきたい。食べ物もだいぶね、減ってきたからね。食料難。食料難になりつつある。おとろしシャンマートショット、お礼流シャンマートショット、あと俺リュウさんで、この間にちょっと HP 回復しときたいなーっていう犬神ちゃん、どない HP 回復する前に激減しちゃったよーん。10万メーター進んだら絶対ね、キリンちゃんとかカンフーマッハ一回は出てくるだろうな。怪物さんに話しかけた時とか、そこ頑張って踏ん張るしかねえよな。あ、疲れちゃった。スタミナ切れちゃった。でもなんかマジで50万突破したぐらいから、なんかザリガニさんとかビシャがつく、めちゃ出なくなったんだよな。不思議。なんでなんだろう。後半全然ビシャがつく追いかけてこない。もうさすがに疲れたんかな。もう疲れたよーってなったんかな。追いかけるの疲れたよーってなったんかもしれない。もう50万超えたあたりから。50万メーターをキロに変えた場合何歩になる？おでんください。500キロか。500キロ走ってってるもんな。さすがに疲れるよな。でっかいザリガニさんもさすがに疲れるよな。500キロってどれぐらいの距離？ああ、怪物さんだ。敵誰くんの怪物さん、ちょっと緊張が走るね。ピリ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 、誰が出てくんの、強敵なの。ああ、ぼち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 、にゃはー、いきなり必殺技。マジか。一角くんやば。一角くんやぶたにやん。一角くんやぶたにやん。HP 回復しとくよん。攻撃強い系だね。でも敵ヒーラーいないから、これも確実に、着実に攻撃当てていきたいね。犬神くん前にぶち込む？こちらも攻めあるのみ。敵が移動したところで犬神さん、
よっしゃ、行ってみましょい。氷結地獄。凍っちゃいな。もう道はアタック。クリティカルじゃない？いい感じ。道がやばーい。道がやばーい。で、犬神ちゃん一旦 HP 回復かな。A ポイントクーで、キリンス、いやどうしようかな。うおー、必殺技連発来るね。うちわ大戦闘と回避と、もうなんかあと放置プレイで倒せそうな気もするけど、一角くんやられちゃったよ。なんで敵に痛い。ここでミッチーを前に持ってきて HP 回復しときたい。超回復あるか。超回復ある。極楽露術超回復。ピンチの味方を回復いたしました。オズ、まあまあ強かったね。怪物くんがね、怪物さんがね、ほんと強敵よう出てくるわ。でも出口がめちゃね伸びるから、遠くなるから、これ確実に話しかけたいんだよね。はい、これね70万3000メートル。えん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 、まだまだ続くよ。えん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 。ジョログマさん、こんにちは。おっす。あ、こんがらがるがら、こんがらるがる、こんがらがるがら、るんがらこーん。これは車だね。バトルなし。こんがらがる男、これで403回目。今撮影しているのは2月21日水曜日。いつ終わるのか。3月下旬から俺流燃えて。苦手なキリン一味登場したんで行きたいと思います。いつもだったら身代わり人形使ってるところなんだけど、今回は身代わり人形使いません。もう早速妖怪ブラスター使っちゃおう。キリンがマジで厄介なんよね、倒せない。なかなか妖怪ブラスター使えたらまた倒せるかな。キリンがさ、もうめちゃめちゃ必殺技ヤバタンなんだよね。味方を全復活させるみたいな激ヤバ激ヤバの技作っちゃうからね。攻撃、アタッカー前衛に持ってきて畳みかける作戦でいくか。とにかくキリンさんを倒す大作戦。まずは犬神さんね、犬神さんでフェイントかけて前に移動させる。移動したところでキリンちゃんからの、道よっしゃー。これでいい感じにミッチーの必殺技当たってほしいよね。どう？ミス多いんだよなー。で、次はヒノチンちゃんの必殺技を当てていく。移動したところでヒノチンちゃん OK。これでキリンさんを畳みかける。当たる？メガヒトレパスビーム当たる？よっしゃ、246ダメージ。キリンさんそろそろ必殺技とか打とうとするはずにゃんよね、多分ね。ちゃう？ここね、ミチとドジーラ返事で必殺技ぶち込む。あ、キリン君が必殺技打ち始めたらにした方がいい。あ、もうダメだ。やばい。チャージしたい。陽気ゲージそこそこチャージか。
陽気ゲージすごくチャージ。ドジーラの必殺技をすぐ打つ。いや、でキリンさんの必殺技を阻止できると思うよ。どう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 どっちが先、どっちこっち先。ドジ踏んじゃったを発動することによりキリンさんの必殺技をキャンセル成功。いいよ、キリンさんの必殺技を回避しましょう。でも HP すぐ回復するよね。あーちょっと待って、妖怪ブラスター使いたいからミッチーさんを一旦前に、うわで、妖怪ブラスターとにかくキリンさんを先に倒す、とにかくキリンさんを先に倒す。いや大変やで、しかしいや大変やで、しかしまた友達モードかーい、また友達モードかーい。ここでアタックモードハイとかだったらめちゃくちゃ良かったんだけど、友達モードかーい。どうないしょうかな、また立て直しかな。みんなの必殺技ゲージ溜まって再スタートかな、どうしようかな。ヒノチンちゃんが HP ヤバちゃんっていうことで、陽気ゲージそこそこチャージ、陽気ゲージかなりチャージ、ヒノチンちゃん HP も回復したいんだけどな。やばい、ヒノチンがやられちゃいそう。で移動できるようになったためで移動は、でみんな必殺技打てるようになったんで、もう一回決まひょくやー。犬がみちゃんでフェイントかけてからの道、やば、ちょっと待って、ちょ待てよー。敵の必殺技もクリアないけー。でみちさんの必殺技、いや忙しいわ、敵アタッカーもおるし忙しいわ、おじさん忙しいわ。移動したタイミングで犬神さんの必殺技行こうか。お払い完了。おー、すかさずこの回す系がねめっちゃ時間かかるから絶対にやりたくないんだよね。了解、よっしゃ準備 OK、 犬神さんよろ、犬神さんよろ、はい感じ、よっしゃキリンさん倒しましょう。もうあとは余裕だわ、もうあとは縫えだけでしょ、もうあと余裕だわ、余裕すぎる。ひのちんちゃんの HP ちょっと回復しとこうかな。いやキリン倒した後はどうとでもなるわ、いやー大変大変マジ大変。はい HP 回復、あとはヌエタンを倒すだけ。いや忙しい大変無理と思ったけど、なんとかなったね。終わらない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 と思ったけど終わった、ウェイ。2月25日23時47分キリン一味倒しました。で怪物さんのクエストだったから出口がとても遠くなったよ。オッケー、あと 400m 頑張ろう、72万ぐらいまで行こう今日。2月25日72万メーターまで行く、あと400ミロ、そしてあと300ミロ。このお姉さんは何やったっけ、追いかける女、自分を追いかけている。なんか最近バトル連発してて超忙しい。ほらまだバトルじゃん、またバトルじゃん。3月26日火曜日、ついに79万9000メーターあと1キロでございます。行ってみよう、あと1000メーターで80万メーター今回はちょっと鉄道乗らないけど、次回80万メーター以降この鉄道もね積極的にちょっと乗って検証したいなと思ってるんですけど、あとバトルが1回2回あるかなないかなぐらいな、そんな感じでございます。ヒャミゴン、
身代わり人形使わずに結構大変本当にキリンとかともバトルあったし大変すぎたけど、でも倒せんことないんね結局ね。深い漢方とか漢方だったり、そうアイテム使えば倒せんことはないね。残り 800m、 1、2回バトルありそう。これは見守ってる人、通ってる人を 見守ってる人。ここでバトル行ってみましょう。まずはおでんじんから、ヒーラーから。やっぱさ、戦でも食料を、敵の食料を立つみたいな、そういう作戦あるやんか。籠城攻めって言うんですかね。ここでもやっぱ敵のヒーラーから倒すことによって回復させない作戦、氷漏、氷漏攻めみたいな、そんな感じ。このおでんじんくんがめちゃくちゃ厄介だもんね。必殺技で一旦気絶したやつがまた復活みたいな、とんでもネイチャーなんだよねこのおでんじんくん。ということで、まず犬神ちゃん前でミッチーでフェイントぶっかけていく。で移動したところで犬神くん、敵3体同時攻撃、いっちゃっていいんや。氷結時刻いかがでしょう。ダメージ180前後と。でさらに畳みかけ、移動したところでミッチーや。ミッチーいっちゃってこらせない。ゴールデンニャンダーはステータスアップだけだから大したことない。三つまた撃。で、おでんじんくんもうちょいだね。ヒノティンタンの、ヒノシンの必殺技ぶち込んでいく。おっしゃーん。雷神の術とか使うんだ。これで、おでんじんさん倒せるとない？イエーイ !280 のダメージ。で、あとこの、大桑の神がね、めっちゃ攻撃強いマンだから、先に倒しといてね。で、HP の回復はヒーラー使っていくと。味方の HP 全回復。もうちょいだね。あとはもう放置プレイで倒せそうやけど。大切だ。ミッチーくんの方がいいのかな。犬神くんよりミッチー全体攻撃だし、相性もあるけどね。このゴルニアに対して一番相性いいのは多分犬神くんなんだよな。全体攻撃よろミッチー、取り付きかーい。全ステータスアップ。ゴルニャンの守りがめちゃ硬い。煉獄の術ナイス。このゴルニャンに対しては相性いいの犬神と。最後決めちゃってくださーい。めっちゃガード硬いけど吹雪の術で撃破。お疲れ様。これラストバトルかな、この度ラストバトルかな。いや、めっちゃ時間かかったね。もう3月末だぜ。もう3月末なんだけど、めっちゃ時間かかった。いや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 、年内中にはカンストしたいんだけど。あと、600m。あー、ここで怪物さん、モンスター。強敵現るのか。これで弱い敵ってことはあんまないんだけども、怪物さんの敵は、新おばあたち。まあ、ぼちぼちか。まあ、強すぎず、弱すぎず。いきなり必殺技のパターン。
ここでも HP 回復系の新オーバーを確実に倒していく。でも、セオカンとか新オーバー、そんななんか、そんななんか大したことないよな。ヒーラーでいっちゃんだれんか、キリンとか、カンフーマッハとか、そんな感じよね。はい、おつースペシャルラーメンドロップナイスー。今この場所だって夢か現実か怪しいよね。あぜ道の出口とても遠くなりました。残り 600m。 敵出てくる。また敵出てくるときはもうほんとラッシュで出てくるんだけど、どない、あと 500m。 あ、おじいちゃん、あと 500m。 あと1回ぐらいかな、バトル。あるよ。結構頻繁に延々鉄道来ますけれども、残り 400m。ほい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 、イベントが少なめ。あれあれあれ、あと 300m。 あれやま、この辺イベント少なめだわ。そして自動販売機からの、あとイベント3つぐらい発生するかなと思うんだけど、また延々鉄道だ。ほんとなんか最近後半になってから、ザリガニさんとビシャガツクのイベントがなくなったよね。地面揺れることはあるけど、ビシャガツク、ザリガニさん、巨大ザリガニさん出てこなくなったんだよね。やっぱ距離と関係あんのかな。そんなこんなであと 50m になりました。あと 20m。 はい、ということで80万 m 突破いたしました。延々やっほー。いや長かった。あと20万 m 大変やけど、引き続き頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。